こんにちは、はるきです。こんにちは、うなぎです。はい、また空港に来ました。これから、カリフォルニア・サンノゼまで行きます。結構人はたくさんいますね、今日も。はい、それじゃあこれからまたいつものラウンジ行こうと思います。はい、ラウンジの中入りました。結構席びっしり。いつもの窓側の席は人がすでに座ってるんで、ちょっと内側の方の席に座ってます。何これ、パウンドケーキとフルーツとキウイのドリンク。キュウリ。キュウリ、うん、キュウリとレモンか。すごいキュウリの匂いがする。はい、窓側の席空いたんで、いつもの定位置に移動してきました。はい、今日実は私の誕生日なんですけど、さっき入り口で入るときに、まあこういうところみんな ID 見せないといけないんで、今日誕生日だねって言われて、なんか誕生日、今誕生日だからってなんかこれ持ってきてくれました。今日はマックはそんなに混んでないです。そんなに人並んでません。遠いね。昔なんか昔ここまでしかなかったような気するけど、こんなところまで来たことないよね。初めてだね、こんな初め。はい、すごい歩いてきて一番端まで来ました。多分あそこのところからこっち側ね、割と最近追加された場所ですね。初めて来ました、ここ。もう本当なんか敷地ギリギリですね。はい、乗りました。エンブレア175です。で、あとはね、今日ね、このシアトルの空港で初めてなんですけども、バスに乗って、ゲートから運ばれてきました。だいぶ南の方のね、離れたところに飛行機止まってます。これから、カリフォルニアベイエリアのサンノゼまで行きます。はい、今 16C にラインナップします。はい、もう少しで着陸です。サンノゼの街の上空ですね。マリオットとか見えてます。はい、サンノゼに到着しました。ちょっとまあ閉まってる店とかありますね。あそこシャッター降りてるとか、昔はなんか食べるもののところだったと思いますけど、閉まっちゃったりしてるところもまだあります。着きました。すごい新車に乗っていきます。めっちゃかっこいい、中が。中が全部あれだね、すごいかっこいい。 LED のディスプレイなんだね、すべてが。この車に乗ってきました。はい、それじゃあシリコンバレーの三つ輪に行きます。はい、じゃあここの山ちゃんのたこ焼き。はい、三つ輪のフードコートです。今なんか三等価と、ここの山ちゃんでたこ焼き屋だけになっちゃってるみたいですね。昔はなんかこっちの方にもあったような気がするんですけども、一回しか来たことないんでちょっと覚えてないですけど。はい、たこ焼き来ました。I think this is regular one. Yeah, this is cheese. This is the cheese. This is negi mayo. Uh-huh. And this is the garlic shoyu. Oh, okay. Garlic shoyu. はい、それじゃあ三つ輪出て。すごいね、これ。パン屋に来ました。はい、じゃあ明日の朝食ゲットです。はい、ホテルに着きました。すごい新しい綺麗な部屋だね。でもちょっと変わってるね。だけど、うん、こんなところにもうさ、このバスルームの洗面台があって、ここもほら、こんなんだ。バスルームなんで2つあるの、これシャワールーム。どっちかトイレでしょ。あ、そっか、違うか。シャワー、こっちはシャワー。あ、本当だ。うん、だからシャワーしかないんだ。ああ、そうなんだ、うん。でもいいよ、別に。はい、ここに泊まってます。AC ホテルズマリオットっていうところです。
はい、それじゃあ晩ご飯食べに行きます。これはね、あのアップルの本社があるアップルパークのすぐ近くですね。ここに行くのかな。アレクザンダーステーキハウス。こんな肉が並べたい。これがティーボーンで、こっちがトマホークです。こっちの方が全然さ、肉がでかくない？これはね、ドライエイジドビーフって書いてある。はい、誕生日ディナーです。ハッピーバースデーなんて書いてあるか全然読めない。はい、これがメニューです。ここはサラダとかですね。ここがステーキ、和牛もある。うん、和牛もある。神戸、北海道ってのもある。北海道ってなんか美味しそうに感じなんけど。はい、飲み物注文したの届きました。1919っていうルートビアノンアルコールですね。And what's that? What is that? 50-50. はい、パンが出てきました。あ、なんかすごいあれだね、クロワッサンとかいろいろ出てきてるね。どういう味？ It's ground onion. Yeah. I think they sauteed it. はい、最初にサラダが届きました。ピーチのサラダ。焼いてあるの？ピーチって。うん、焼いてあるんだよね。うん、なんかこれ見ると柿みたいに見えるけど。それにアルーブラが入ってる。うん。はい、ステーキ届きました。こっちがプライムリブこちらティーボーンステーキです。はい、食べ終わりました。こっちも空っぽです。どうでしたか？美味しかったです。はい、バースデープレゼントだそうです。はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。バナナ味だな、バター飴が出てきました。はい、ここに一風堂のラーメンがあります。はい、ここはそみそみがありますね。なんかワイキキとかにある韓国系の店が全部揃ってる感じ。はい、ここはなんか中国系のスイーツの店ですね。Is this shaved ice? Yeah. Korean shaved ice, I guess. I think this looks good. Oh. はい、これ韓国の
かき氷ですね。かき氷って言ったらなんか白いよね、これアイスみたいに見えるけど。